群馬の由美子です。今日は二千二十三年七月十四日です。今日は。重たい掲示板。という。有名な掲示板から。え、副島孝彦先生の。情報をお送りします。重たい掲示板というのは。あの。副島孝彦の学問道場というウェブサイトがありまして。そこの一番メインの掲示板で。 1>, 1日、えー、っと1万5,000から2万回の閲覧があるような感じのすごいところです。えー、でそこに副島先生がちょこちょこ書いてくださるんですね。ここは会員だったら誰でも書けるんですけどみんなあの先生に怒られるのが怖くて <laughs> なかなか。 書けないんですけど、えー、でも気合入れて書かないとねここは重たい気持ちで書く掲示板の省略だそうですでは早速、えー、ビッグニュースビッグニュースっていうかもう皆さん知ってるかもしれませんが BRICS による金ゴールドを裏打ちとする「新世界通貨が8月22日に登場する」を載せる投稿者副、えー、島貴彦 7月11日ですねこの8月22日から世界が変わるとこの日をもって米ドル同じく米国債の世界的な通用力が落ち始めるすなわちドルの暴落ザ・ダラ・フォールスの事態が急激に始まる以下に載せる記事は極めて重要であるブリックスによる金ゴールドを裏打ちとする新通貨が8月に登場する。 デイリー・レコニング誌、えー、2023年6月6日筆者ジム・リカーズこのおじさんですね金塊を持ってますよねこう原文が貼り付いててえという記事であるこの記事の日本語訳を後ろに全文載せる英文の原文も載せる今日,あ今日私が以下に載せる長文の記事は後々時代を先駆した 金融評論家として世界史で高く評価されるだろうブリックスの新興5大国が現在の米ドルによる世界一極支配をこの新しい世界通貨の作成誕生導入によって突き崩していくだろうこの金を保証とするブリックス新通貨ニューカレンシーという世界通貨ニューワールドカレンシーの出現によって私たちが住む世界 えー、住む今の世界は根底から変化するついに来ましたよまさに私副島孝彦がこの17年間2006年からずっと唱えてきたドル派遣の崩壊 the collapse of the、U、of us dollar hegemony であるこれはこの8月22日から24日まで南アフリカの都市ダーバンで開かれるブリックスの首脳会議の 今年の年次総会で決定され発表される。だからこの会議の開会の日である8月22日にさっさとこの金で裏打ちされる新,新世界通貨すなわちブリックス通貨カレンシーの出現と開始である。だからこの8月22日をもって世界通貨体制ワールドカレンシーオーダーが変わる。えー、ちょっと途中、う中略します。 この米ドルによる世界支配がついに8月22日に終焉を迎えるのであるドル派遣がこの日をもって終わり始める米ドルの信用はこの日から急激に衰退し下落していくこのことはほぼ確実なことであるドルの暴落が始まるアメリカ合衆国国内では激しいインフレハイパーインフレが始まる それに対応して日本なども新しい通貨を発行する緊急の準備体制に入る私添島孝彦はこの予測予言を自分の毎年2冊出し続けた金融本でずっとこの16年間書いてきただからもうこれ以上あれこれ言わないその本を読みなさいっていうことですね、えー、で米国務長官のトニー・ブリンケンに続いて米財務長官のジャネット・イエレンがこの 7日日から9日まで北京にいたこれは7月ですね。何を慌ててこの2人が中国の首脳部に頭を下げてこれほど中国叩きいじめ制裁による包囲網そして台湾での戦争のけしかけをやってきたのになぜあんなに卑屈なまでの低姿勢で中国に行ったのか。新聞記事どもの書くことは全て外れだ何も本当のことを書いていない私添島崇彦がはっきり書く。 ブリンケンとイエレンは「中国よもっと米国債を買ってくれ世界の秩序のために仲良くしようよ」と言いに行ったのではないアメリカにはもうそんな余裕もない真実は中国よその保有する米国債をニューヨークの市場で売るということをしないでくれそれだとドルが世界中で暴落を始めると懇願しに行ったのだ。 中国は言を左右にして相手にいい返事はしなかった少しだけ相手の惨状に同情するふりだけをしただろうねえそういうことですって米国債を占いでくれアメリカ政府はこの8月22日のブリックス新世界通貨の発表誕生のことを事前に知っているだから大慌てでその対策を立てているのである と、えー、ということです以下に載せる重要な6月6日付の「デイリーレコグレ・レコニングの」のレコニング氏の、えー、っと有名な金融アナリストのジェームズ・ジー・リカーズの文を私が初めて読んだのは6月23日である。日本の金融アナリストでやがてトップの地位と信用を持つであろう人から送られてきた。 その後私は自分でも調べてこの記事の信頼性の高さを多角的に確認した、ね、こういう人がやがて日本の金融のトップの地位と信用を持つであろう人がこういうのを添島先生に送ってくるんですね。誰なんでしょうか。 えっとちょっと中略してるかなこ,れはここではコモディティバスケット方式もずっと研究されたのだがまだ間に合わないということで金だけを評価してそれを担保保証裏打ちとする新通貨の発行に踏み切ることが決定されたようであるということは金の世界値段は今からもっともっと上がるということだ政治の力アメリカによる で徹底的に押さえつけられてる日本国内の金の価格もきっと跳ね上がる今の数倍の値段になるこれ以外には私は考えようがないだそうですよ皆さん現金を引き出して金を買いに走りましょう、えー、ということでねあの原文と翻訳も載せてくれてますんでね 皆ささんどうぞ読みに行ってください。えー、最後に添島孝彦です。以上のとおりだ。英文とその日本語訳の文をしっかり読むことは大変手間のかかることであり、そうね、私も読んでません。大変だ。自分の知能・思考力への大きな負担となる。だが、この作業は大きな世界の真実を知りたい人々にとっては避けて通れない道だ。この学問道順にあす 道場に集まる人たちはみんな一人でコツコツとやってください。自分のためなのだから、なあ、ということです。えー、っと、このブルーのね、目に優しい感じのあの画面を皆さんも見に行ってください。それではまたさようなら。